ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、ちょっとイメチェンでもしようと思うんだけど。おまんじゅうがイメチェンって、どうするんだ？団子にでもなるのか？串刺しになってるじゃない。そうじゃなくて、髪を金髪にするとか。私と被ってるから却下だぜ。スペルカードを横文字にするとか？それも私と被ってんじゃねえか。ちょっと、計画を邪魔しないでよ。それなら、翼でもつけようかしら？お前、空飛べるくせに翼はいらないだろ。おしゃれだからいいじゃないの。それに、ペガサスみたいに本当は翼がない動物に生えていると、なんだかファンタジックで素敵じゃない。ま、実際にはそんな動物いないんでしょうけどね。いや、実はイギリスの公園で、翼の生えた、とある哺乳類が発見されたんだ。え、鳥類じゃなくて哺乳類に？それじゃあ、私もワンチャンあるじゃない。どうしても翼を生やしたかったんだな。まあ、それは動画を見て判断してくれ。今回は、羽が生えた鹿。暗視カメラが捉えたイギリスの謎生物。この国やバスギルについて、紹介していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを、押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。マリサ、さっき鹿に翼が生えているって言ってなかった？どうやって生やしたのか、教えてもらえないかしら。私も、頑張れば翼とか生えてくるんじゃない？もう、羽を生やすことは忘れろ。この奇妙な生き物は、イギリスのブリストルにある野生動物保護公園内で見つかったぞ。トレイルカメラに、しっかり姿が映っていたんだ。ほうほう、イギリスの子なのね。ところでそのカメラって、普通のとは違うの？トレイルカメラは赤外線を搭載しているから、生き物の熱を感知し、自動で撮影してくれるんだぜ。へえ、便利ね。ああ、野生動物を観察したり、防犯のために設置したりと、いろいろな場面で活用されているんだ。自動でカメラを撮影してくれるなら、無人でいいから助かるわよね。危ないところで、リスクを負う必要もないし。そうそう、だから山の撮影などをするのにはぴったりなんだぜ。それで、それに翼の折れたエンジェルが？折れてねえ。このカメラの画像は白黒ではあったものの、翼、そして角が生えている鹿が映っていたんだ。まあ鹿だから角はわかるけど、確かに羽が生えているように見えるわね。いや、よく見ろ霊夢。この写真の角ってちょっと形がおかしくないか？まあ、確かに鹿の角ってもう少しシュッと伸びているかしら。そう思ったら、この写真はなんだかファンタジックな雰囲気すらあるわね。こういった動物は、これまでに見つかったことはなかったの？ああ、全く新しいもので、専門家でも見たことがない、とお手上げだったんだ。そこで、ズープロジェクトという団体が Facebook に、この写真をアップしてな。これが何なのか、世界中に正体を突き止めるための協力を求めたんだ。おお、偶然有識者が見てくれているかも？そうそう、それを期待したんだな。ネットからは、いろいろな反応があったぞ。おお、ネットユーザーからはどんな声があったのかしら。そうだな、実はホエジ家族のキョンでは？といった意見が結構多かったな。キョン？なんだか、聞いたことはある気がするけど、どんな動物だったっけ？キョンは中国の一部や台湾に分布している生き物で、日本やイギリスにも移入しているんだぜ。そして、移入された後に野生化していることもわかっているぞ。それじゃあ、日本でも野生のキョンを見ることができるのかしら？うむ、動物園で逃げ出した個体が野生化し、生息地を広げていることが確認されている。そうなんだ、ちょっと見てみたいかも。でも、稲やスイカなどを食べてしまって、農作物被害が出たりもしていてな。日本では、許可なく持ち込んだり、飼育することはできなくなっているんだ。あらら、特定外来生物ってことなのね。でも、見た目は可愛いわ。それに、ちょこんとした角があって確かにさっきの写真と似ているかも。うむ、そして実は耳が、角度によっては翼に見えることがあるみたいなんだよ。これが？普通に裸眼で見ている分には見間違えることはないが、カメラの露出によって、耳が重複して、映ることがあるのではと推測されているんだぜ。露出？露出鏡？変なところに引っかかるなよ。露出はカメラの用語で、取り込む光の量のことだな。なんだ、今センシティブだって怒るところだったわ。霊夢が、センシティブポリスにならずに安心したぜ。でも、結局その露出？ってやつが犯人だってこと？いや、ズープロジェクト側はこれには懐疑的だ。問題の写真と、露出によってかなり明るくなっている写真を並べてみても、とても同じようには見えなかったからな。そっか、違ったことにがっかりする気持ちもあるけど、まだ、本当に羽が生えた鹿がいる可能性が残って、ちょっと安心もしたわ。SNS でも、かなりこの写真で盛り上がっていてな。中には、ユニコーンの赤ちゃんだ、と盛り上がるネットユーザーもいたぜ。おお、メルヘンじゃない。ちなみに、見つかった現場である野生動物保護公園は一般にも公開されているからな。行ってみると、もしかしたら出会えるかもしれないぜ。
イギリスは放棄でとんでも厳しいわ。お次はイギリスのアニマルネタつながりで、着ぐるみ疑惑がかかってしまったというユニークなクマについて紹介していくぜ。着ぐるみ疑惑って何よ。なんだか、おじさんみたいなカンガルーなら見たことがあるけど。カンガルーって、意外とそういうところあるよな。まあ、それでも結構可愛いんだけどね。今回のクマも、そんな感じなの？ああ、イギリスで着ぐるみ疑惑のクマが発見されたんだが、実はそれよりも先に中国で二足立ちのクマが世界中で注目されたことがあるから、先にそっちの話をしようかな。そのクマがこれだ。いや、着ぐるみでしょ。なんてこと言うんだよ、これは正真正銘クマだぜ。だって、こんな背筋がまっすぐにならないでしょ。それに、お尻のところのシワが違和感ありまくりよ。でも、この時気温は40度近くあったそうだしな、人間だったら、すぐに倒れてしまう、と、公式からはっきりと否定されているぞ。そりゃあそうでしょうけど、でもねえ。まあ、中国の動物園では生き物の偽装が多発しているし、気持ちはわかるけどな。このチャンネルでも紹介したけど、パンダが犬だったり、ライオンが犬だったりね。もう、そこまでにしてあげてくれ。霊夢のように、このクマが着ぐるみだと疑う人が続出してな。とうとう、動物園が記者を呼んで、実際に見てもらう計画を立てているんだとか。それで、正体が明らかになるかしらね。まあ、さっきの写真は確かに怪しかったが、こっちの写真はクマらしさを感じさせるだろ。ああ、この下は人じゃないか。立ち姿がかなり人っぽかったから、本気で疑っちゃったわよ。まあ、中国の動物園は前例があるからな。それで、イギリスの動物園でもこういったクマが現れたの？そうだぜ、イギリスでは、ハートフォードシャーのパラダイス野生動物公園にいるんだぜ。おお、これも二足歩行で歩いているわ。確かに、このクマものその外歩く感じがどことなく人間っぽい気がするわね。このクマは、マレーグマという種類でな、さっきの中国のクマ騒動を受けて、動物公園から SNS で動画が公開された。名前は、キラと言うんだ。このキラ君は、本当にクマなの？ああ、実はマレーグマというのは、もともと二足立ちが得意なんだ。人間に見えるのは、いわば当たり前のことなんだぜ。まさか、これがマレーグマのスタンダードだったなんて。ねえ、このマレーグマの特徴についてもう少し教えてほしいんだけど。わかったぜ。この生き物はタイやマレーシアなど、東南アジアの熱帯雨林に生息していてな。世界で最も小さなクマとしても知られているぞ。サイズはどれくらいあるの？体長は120から150センチほどで、体重はオスが約60から80キロ、メスで約20から40キロほどとなっているぜ。へえ、メスだと20キロくらいしかないの？大型犬と変わらないんじゃない？シベリアンハスキーで20から27キロとされているな。そう考えると、マレーグマがかなり小型であることがよくわかるぜ。ヒグマなんかは、小さくても80キロくらいあるしな。絶対森の中とかで会いたくないわね。でも、マレーグマがこんなに小さいってことは、結構おとなしい性格なのかしら。プーさんみたいに、蜂蜜をハントしたり？ああ、雑食ではあるが、特に蜂の巣や、蜜を好むぜ。へえ、やっぱり可愛いじゃない。また、巣をハントするときには、自慢の強力な鋭い爪を使うぞ。そういうところはやっぱりクマね。それにしても、マレーグマはどうして二足で歩くようになったのかしら？これには、いくつかの理由があると考えられているな。まず、周囲を確認するためだ。高い草や低い木の中で周りを見回したり、遠くの気配に気づいたときに、目線が高い方が、周りの安全を確認できるからだ。ほうほう、野生で生きていく中での知恵ね。他の理由は？あとは、高い場所にある食べ物を取ったり、他のマレーグマとのコミュニケーションが目的だな。オスの場合は、二足立ちで威嚇したりもするぞ。二足立ち同士で威嚇し合っていたら、かなり迫力がありそうね。サイズはコンパクトでも、やっぱりクマの迫力はしっかり持っているみたいだな。次は、イギリスの街中に現れたという謎のピンクの鳥について紹介するぜ。ああ、どんこちゃんのこと？ちげえよ。まあ、街中を歩いていたらちょっと可愛いかもしれないけど。それで、イギリスのピンクの鳥っていうのは何よ？それは、なんとピンク色の鳩だったんだぜ。へえ、これがイギリスのドンコ。ドンコはもういいよ。この鳩はイギリスのグレーターマンチェスターにある、ベリークの中心部に現れたんだ。突然のことで、住民たちは困惑していたようだぜ。後ろに普通の鳩がカットインしているけど、全然色が違うものね。かなり鮮やかなピンクだし、これは新種？現場でも騒然となっているこの鳩なんだが、ちょっと気になるところがあるんだよな。どういうこと？羽毛をよく見てほしいんだが、白とピンク、とかじゃなく、しっかりグレーが混じっているんだよ。あれ、本当だ。黒色が混じっている部分もあるし、マーブル模様にどうも違和感があるぜ。なんだかきな臭くなってきたわね。
ちなみに、さっきの写真はグレーターマンチェスター警察の警官がパトロール中に撮影したもので、見つけたら連絡をということで SNS で呼びかけたものだったんだ。へえ、放っておくのは良くないって思ったのね。警察の人も優しいじゃない。この投稿もあって、ピンクの鳩のことは多くの人に知れ渡ったんだぜ。でも、Facebook には、その数週間前に目撃したという人がコメントしていてな。その時は、もっとピンク色が濃かったみたいなんだよ。ということはどんどん色が薄くなっていったってこと？ということは、もしかして誰かがペンキでもかけたってこと？それについては、地元紙であるマンチェスターイブニングニュースが英国王立鳥類保護協会に、問い合わせを行っていてな。それでそれで？結果、鳩がピンクになってしまった原因は染料や、何らかの色素物質によるものとわかったんだ。うわ、あれってペンキとかで染めたものだったってこと？なんてひどいことするのよ。まあ、偶然なってしまったのか、誰かがわざとやったのかはわからないけどな。英国動物虐待防止協会は、誰かが意図的に鳩を染めたとしたら、非常に懸念される事態です。それは健康問題を引き起こし、飛行能力を損ない、捕食動物に見つかりやすくなってしまう、可能性があるからです。と語っているぜ。そうよね、何を使ったか知らないけど、悪影響が出ないか心配だわ。それに、鳩は異物を思うから取り除こうとするから、その時に、染料を飲み込んでしまう恐れもあるんだ。うわ、考えただけで怖いじゃない。もしそんなことをした人が本当にいるなら、鉄槌を食らわせてやりたいわね。また、2023年2月にもアメリカのニューヨークでピンクの鳩が発見、保護されたことがあったぞ。これはなかなかナチュラルな色をしているけど、今の流れで言うと、この鳩もやっぱり染められてしまったものなんでしょうね。それについてもまだ原因はわかっていないんだが、どうやら赤ちゃんのお披露目パーティーの時に、ピンクの鳩を使ったのでは？とされているぜ。は？どういうこと？アメリカって、お祝いイベントが多いからな。結婚前、妊娠が分かった時、そして家族や友人の前で赤ちゃんの性別を発表する時、など、とにかくパーティーをするんだよ。結婚関連だけで、かなりパリピになれそうね。そして、この鳩は赤ちゃんが女の子だと伝えるため、パーティーで使われたものと見られているんだ。まあ、風船の中から飛び出してくる紙吹雪の色で発表したりもするんだけどな。ああ、それは見たことがあるわ。風船とかなら楽しくていいと思うけど、鳩を染めるのはちょっとな。赤ちゃんを大事にする気持ちを、微塵でも鳩に向けて欲しかったわよ。それにしてもマリサ、こういった鳩って染められた以外に可能性はないのかしら？ほら、酒が赤い理由も、エビとかカニを食べているからだって言うじゃない。うむ、餌に含まれるアスタキサンチンが身を赤くするんだよな。だからこの鳩も、実は赤いものを食べてしまった、ということはないの？まあ可能性はゼロではないだろうが、色が結構な蛍光ピンクだしな。酒みたいに赤いのなら、アスタキサンチンが多い生き物を食べてしまったのかとも思うが、自然界でこれだけの色が出るっていうのはちょっとありえないことかもな。私も、冒頭で軽率に可愛い、とか言っちゃったけど、人の都合で動物をいじめないでほしいわね。それじゃあ次は、ビーチで見つかったものの話を紹介していくぜ。今回も、やっぱりイギリスの話なのかしら？ああ、そうだぜ。イギリスのヨークシャーにあるビーチで、奇妙な骨が発見されたんだ。これが見つかったの？これって、もしかしてクリーチャーの頭蓋骨なんじゃないの？ああ、ネット上でその写真を公開したところ、ドラゴンの頭蓋骨では？と騒然となったんだ。目や鼻、耳っぽい部分もあるし、どう見ても頭の骨だものね。生き物の正体がわかる人がいたら教えて、と呼びかけたところ、多くの反応があったぞ。一体、どういった反応があったのよ？霊夢のように、頭蓋骨だ、という人もいたぞ。ドラゴンとかな。これはどう見ても頭だと思うわ。他にも、違う見解があったの？ユニークなところだと、コルセットという意見などがあったな。ああ、この向きで見るのね。確かに言われればそう見えるけど、よく気づいたわね。他にも、ワイバーンではないか、なんて意見もあったしな。それって、ドラゴンみたいなやつだっけ？ああ、イギリスの紋章や印象などに使われる、竜のことなんだぜ。イギリスでは、馴染みのある生き物なのね。でも、それドラゴンと同じじゃないの？どちらも竜だけどな、どちらかといえばワイバーンは比較的現実的で、ドラゴンは F の対象って感じかな。それじゃあ、親しみやすいゆっくり霊夢と、威厳のある霊夢って感じかしら。お前、自己肯定感カンストしてるな。まあ霊夢は放っておいて、正解発表に移るぜ。何かわかったの？実は、さっきの SNS のコメントの中に、有識者がいたんだよ。おお、これは胸熱な展開じゃない。それで、実際には何だったの？それは、骨盤だったんだぜ。頭蓋骨でしょ？いや、この正体はカモメの骨盤だったんだ。ドラゴンですらなかった。いや、
ドラゴンじゃないところは予想がついただろ。でも、骨盤というのはさすがに予想外じゃないか？全然、候補にもなかったわよ。それにしても、この難問を言い当てた有識者っていうのは一体誰なの？それは、野生生物学者であるエレン・スナイダー氏だぜ。実は彼は似たような骨を以前にも発見していて、2013年のブログにそのことに関して記載してたんだ。それでそのブログっていうのは？とあるユーザーが謎の骨について調査した内容が書かれていて、それによれば、インターネットで調査した結果、シアトル・ワシントン大学生物学部のカレン・ピーターセン博士が、解剖学の写真を提供してくれたようなんだ。それがこれだぜ。あ、さっきのものとめちゃくちゃ似てる。なんだか、人間でいう肋骨みたいなものもあるし、てっきり何かの頭蓋骨だと思っていたわよ。ああ、ネットユーザーの中にも、そう思っていた人は多かったからな。というか、結果として頭蓋骨よりもコルセットの方が正解に近かったじゃない。本当だな、見た時はまさかなと思ったが、ニアピン賞で驚いたぜ。でも、これですっきりしたわね。みんなも安心したんじゃないの？いや、それが、これはこれでちょっと問題があったみたいだぜ。なんでよ。有識者から回答があったんだから、これほどすっきりする答えはないじゃない。そこなんだよな。しっかりとした答えが出てしまったことで、ドラゴンの可能性がついえてしまったんだ。ああ、そっちね。がっかりだ、夢を壊さないでくれ、という嘆きのコメントもちらほらあったぞ。現実は、時に残酷だわ。それじゃあ次は、イルカを使ってとある生き物を捕獲するという、マルヒ計画があったことについて紹介していくぜ。イルカを捕まえるんじゃなくて、イルカが捕まえるの？そうだぜ、しかも獲物は人間が一度も捕まえたことがないとある生き物だったんだ。自分たちが捕まえられないものを、イルカに捕まえさせようとしたのね。身も蓋もないこと言うなよ。それで、何を捕まえさせようとしていたの？それは、ネッシーだったんだ。え、ネスコにいるあのネッシー？他に何があるんだよ。世界的に有名なユーマのあれだよ。ネッシーを捕獲するためにそんな突拍子もない計画を考えるなんて、ガチじゃないの。よほど生粋のミステリーファンなんだとお見受けしたわ。いや、霊夢は勘違いをしているぞ。なんで？そこまでしてネッシーを捕まえたいだなんて、それ以外に思い浮かばないじゃない。それが、この計画を考えていたのは、なんとイギリス政府だったというんだ。まさか。それこそ、都市伝説ファンの中で騒がれたデマとかなんじゃないの？そんなことはないぞ。実際に、公開された機密文書からも明らかになっているからな。機密文書？なんでそんなものが見れるの？30年ルールってのがあってな。例えば欧米先進国では、作成から30年経った重要公文書は国立公文書館に移管されて、永久に保存、そして原則公開されるというルールとなっているんだ。へえ、それじゃあどれだけ重要な秘密であっても、基本的には30年で公になるのね。そういうことだぜ。この文書は2000年初めに初公開されたから、だいたい20年ほどでの公開だけどな。それで、どういった内容だったのよ？簡単に言えば、1979年、マーガレット・サッチャー氏がイギリスの首相になったすぐ後に、アメリカからイルカを輸入しようとしていたんだ。その目的が、ネッシーを捕まえさせるため、だっていうの？ああ、その通りだぜ。いくら機密文書に書いてあったこととはいえ、すぐには信じがたいわね。ネッシーを探すってだけでも驚きだが、それをイルカがやるっていうんだからな。それに、イルカに捕まえさせるにしても、訓練とかが必要でしょ？存在がはっきりしないものを探させようとしているわけだし、一体どうやって捕まえようとしたのよ？当時、閣僚たちがアメリカからイルカを輸入し、ハイテク機器を取り付けて探す計画だったようだ。ふんふん、イルカだけじゃなくて機械の力も借りることにしたのね。でも、どうしてネッシーを？やっぱり、ミステリとかオカルトファンが閣内に？それが理由だったとしたら、大問題になるぞ。ネッシーがいることがわかれば、世界中からかなりの観光客が来るからな。地元の観光業を、活性化させるのが目的だったみたいだぜ。ああ、そういった理由があったのね。確かに、存在が確定していない状況でも結構観光客がいたみたいだから、はっきりとした写真を撮るなり、捕獲するなりすればかなりの観光客が期待できるものね。そして、経済効果もかなりのものだろうな。なんせ、海外からイルカを購入してまで遂行しようとしたプロジェクトだ。その後の利益が見込まれないととてもじゃないが実行できないだろ？それにハイテク機器とかもいるから、かなりお金がかかったでしょうね。どこまで進んでいたかは不明だが、実際に計画は動いていて、環境省から送った手紙というのも明らかになっているぞ。それって、どういった手紙なの？環境省のデイビッド・ウェイマス氏が、スコットランド内務保健省のスチュワート・ウォーカー氏に、送ったものでな。計画を始めるにあたって、政府がライセンスを求めていることが記されている。どういったライセンスなの？
アメリカからイルカを輸入する、ライセンスと書かれているぞ。ただ、ライセンスが発行される前に、懸念される政治的要因を考慮しなくてはならない。とも書かれていてな、慎重に計画を進めていたことが伺えるぜ。まあ、ノリでやるような内容じゃないしね。しかし、残念ながらこの手紙の返事については残されていないんだ。あら、どんな返事だったのか知りたかったわね。他に、何かわかっていたことはあるの？うむ、ニューハンプシャー州の応用科学科アカデミーは、巨大な生き物と遭遇したら起動するカメラや、ストロボライトをつけ、イルカを海で訓練していたことは確認していたみたいだぜ。え、ということは実際にイルカを輸入してたのね。それに、かなり実践的な訓練までやっちゃってるじゃないの。これ、結構驚きだよな。しかも、大きな生き物に会ったら起動するカメラって、さっきのトレイルカメラと似てるわね。そんなにハイテクなカメラがあったことにもびっくりしちゃった。さすが海外から取り寄せたイルカだけあって、ハイテクな機器を使っていたんだな。そういえば、ネッシーには捕獲計画のほか、保護計画もあったようだぜ。ネッシー、めちゃくちゃ国会を動かしてるじゃない。影のドンみたいね。なんだか、急に悪役感が出たな。保護計画は、1980年代初めに、ネッシー密漁者やハンターから守る、という目的で建てられたんだ。もし、ハンターがネッシーの命を奪ってしまえば、観光どころじゃなくなるわね。いや、もう少しネッシーに寄り添った言い方ねえのか。それで、ネッシー保護法みたいなものができたの？いや、さすがにネッシー単体で法律は作らなかったぜ。1981年に野生生物及び田園地帯保護法の一部として保護すべきと定められたんだ。ほうほう、その法律の中にネッシーも含まれたというわけなのね。そうだぜ、もしネッシーを捕まえようとして罠にかけてしまったり、銃で撃ったりすると違法になってしまうんだ。まあ、さすがに撃ったりはしないけど、捕まえてペットにしようってのもアウトだとはね。いや、アウトだろ。日本のスズメだって、捕まえてペットにしたら犯罪になるぞ。ああ、そういえば聞いたことがあるわそれ。鳥獣保護法第8条で禁じられているからな。懲役1年以下、または100万円以下の罰金が課せられるぜ。スズメちゃん、厳しいのね。スズメに限らず、鳥獣鳥類は全部当てはまるけどな。勝手に飼育すると、生態系が崩れるからって理由だから、ネッシーとは違うけど。まあ、何にせよ生き物は大切にしろってことよね。でも、ネッシーはちょっと捕まえてみたいけど。こっそりやったら、バレないかしら？世界中に流れる動画の中で犯罪予告をするな。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。